もともとはこれこうやって運動できない方いらっしゃいますでしょ、車椅子とかで、そういう方がこうやってするために開発されたんですか。僕だけらしいもんですよね。ほんまに肩甲骨もある中の方がすごい効く、うん、でもものすごいなんかこれだけで、ね、頭はすっきりしてくるんで、体もぬくなってくるし、でこれを持ってこう走る人もいてるし今、ね、これ面白い器具ですよ。介護用とかね、そういうのにも開発されたんですけど、だからそういう人は握る力が弱いんで、こういう固定するやつもあるんですね。はい、で、でも今はこうやって普通のトレーニングですね、アスリートとかもあったりとか、ちょっと握ったまあ、なんていうの、ダンベルですかね、ダンベル持って走るよりは、こっちの方がええんちゃうかっていうことで、楽やし、なんて言っても。で、負担も少ないですよね、山田君も